ランプールハウンドは、インドのランプール地方原産のサイトハウンド犬種の一つである。別名は、ランプールグレーハウンド、ランプーリ、ランプーレ、ランプールドック、ノースインディアンランプールハウンド、ノースインディアングレーハウンドなど、追い立ちは不詳である。仮説としては、対岸と親戚種であるという説や、イングリッシュグレーハウンドが元になっているという説。 サルーキが元になっているという説などが存在する。主にイノシシやシカ、ジャッカルなどを狩るのに使われていた。四角で獲物を捜索し、サイトハウンドの持ち味である俊足で一気に加速して獲物を仕留めた。なお、獲物がとても力強い生き物であるため、走る速さよりも力強さの方をメインとして改良された犬種である。 もともとマハラージャ階級の人のみが飼育を許された高貴な犬であったが、後に若干下の階級の人にも飼育されるようになった。初めて国外に公式に持ち出されたのは1877年で、イギリスに輸出され、ロンドン動物園で展示飼育が行われた。現在は狩猟の規制により、役目が少なくなり、絶滅に危機に瀕している。雑誌化が進んでいることもあり、 オリジナルのランプールを見かけることは極めて難しいとさえ言われている。保存会が存在するかどうかはよくわかっていない。がっしりとした筋骨流流の体つきをした大きなサイトハウンドである。他のサイトハウンド犬種と同様に、マズル、首、足、胴、尾が長いが、頸部が丈夫で顎の力は強靭である。体の力はかなり強い。耳は垂れ耳、尾は、 飾り気のないサーベル型のタレを。コートはスムースコートで、毛色はグレーホワイトだが、稀にブラックホワイトのものもいる。後者は、かつて特に狩猟能力が高いと信じられていて、非常に重宝されていた。大型犬サイズで、性格は主人に忠実で従順、勇敢で、狩猟本能が高い。家族以外の人にはまず心を許さず、 部外者とみなした者には吠えて、威嚇をするのではなくいきなり噛みつこうとする傾向にあると言われている。しつけは、主人からのみ受け付ける。状況判断力は高く、スタミナが多く運動量は膨大である。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大き拓役性分動振興者、2007年。ありがとうございます。